山々の影、小雁の下で、テイトと一緒に小さな影縫いの針へ向かう。テイトを手伝って影縫いの針の問題を解決し、アビスの封印を強化しよう。これちょっとどういう話だったけど、全く覚えてないんだけど、言ったら思い出すかな。あ、なんかあそこで助けたやつかな？やってれば思い出すかな。なんかこの辺で、なんか助けたよね。ちょっと待って、戦いやすい編成にしよう。じゃあ、戦いやすい編よく見て成おくで。といい。あれだね、ムアラニさん強いんだけど、なんかちょっと、あれしとこうかな。使い慣れた編成でいっとこうかな。こっち。まずはそれに触れないとだの見えるか、その宙に浮いてる金色の模様だ。金色の模様。これか。なんかトランスフォーマーみたいな。これで。これが一つ目の浮上した小さな影縫いの針だ。まさか凝集しているはずの固体粘素がバラバラに散らばってしまうとは。表面の光の刻印も制御する力を失っている。先ほども同様だが、アビスの影響によって石柱の外側へ押し出されてしまったようだ。光の刻印ってさっきの金色に光ってたやつか。そういえば前にも見たことある。見たあなたで、光の刻印は普通の観光客や冒険者が気軽に見られるものではないぞ。太古の伝説によると、あなたという概念ができる前に、この地は太古の竜たちが支配していた。光の刻印はその時代に竜たちが念素を操るために使っていた言語だったと言われている。今となっては光に隠された意味を知る者はいない。ただ金色に彫られた文字だけが、あなたの各地で古き竜たちの足跡を示しているのだ。ということは、光の刻印の使い方は分かっているのに原理を知らないってことか。刻印の意味を解析するのは難しい。おそらく念素の使用方法と同じだろうというレベルでしか私たちは理解できない。どう説明したものか。例えば、リーウェイの不思議な仙人の仕掛け、みんなあの仕掛けが動く原理を理解していなくとも使いこなしているだろう。あまりいい例えではないが、大体そのようなものだ。なるほど。お前、あの金色に光るやつが好きなのか。勝手に食べちゃダメだよ。あれはどう見たって食い物に見えないだろう。それでも勝手に食べるのは確かにダメだよな。ってことは、小さな影縫いの針を抑え込むには、金色に光る光の刻印の力を使う必要があるってことか。その通りだ。光の刻印は内側から膨張し続けるアビスによって粉々になった卵の殻のようなもの。卵の殻の破片を見つけて修復することで、封印されたアビスをしっかりと中に閉じ込めることができる。先ほどの例えよりこちらの方がいいの。俺らもそう思う。すぐに納得できたから、よし、じゃあ早速始めよう。とにかく始めるときは、小さな影縫いの針の下にある刻印に触れるんだ。石柱の周辺に散らばった刻印の力をできる限り集めてくれ。当然アビスは抵抗するだろう。十分注意してくれ。
刻印を修復するこのやつ、テペトル竜に憑依してから挑戦しよう。こういうことか。どんなか入ってる。勝手に動いてる。こっからは自力で。変な感じ。ん？あれ、あれ当たっちゃいけなかったのかな。プリンか。ダービス。あれ、ん？どう出るんだ。こう。薬も毒になり得ます。すぐに治して。手加減なしだぜ。ローズクラッカー。スピラビローズ特注版よ。堂々不意打ち。これは倒すだけか。ようやくはカダーン。よっ、行くぞ。ファイヤー。眩しいな。本当に成功するとは、まるで物語の場面が現実になったようで素晴らしい。想像しようとも静まり、小さな影縫いの針は再び元の姿を取り戻した。しかしあれほど巨大なものがドスンと下に落ちるとは、まさか本当にやってのけるとは。これは夢か。君たちは実在するのか。まさか私の妄想じゃないだろうな。ひどいこと言うなよ。言っただろう。すごいって。猫もすごいって思っただろう。素晴らしき異邦の勇士よ。君はアビスの影響を受けていないな。部族で最強と謳われる勇士ですらアビスと対峙する際は十二分に気を引き締める必要があるというのに、ただものじゃない。今回のことを題材に執筆すれば、サンハジが記録した物語よりも素晴らしいものが出来上がるだろうな。サンハジが誰なのかわからないけど、すごい人なのか。すべての部族の語り部にとって名演の主のサンハジは尊敬に値する人物だ。だが今は差し迫った状況だ。今度時間ができたらサンハジの物語を教えてやろう。では次の浮上した影縫いの針の元へ向かおう。急ぎ問題を解決すれば今夜にも執筆に取り掛かれる。出発だ。でそこに行けばいいの。このまままっすぐ行く感じか。じゃあ赤いバケットこうかな。